皆様こんにちは、ストリートファイター5の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。現在の LP は5141でございます。前回より300ぐらい減ってるんじゃないかというね、そんな不安もあったりもするんですけれどもですね、この LP をもりもり上げれるようにしていきたいなというふうに思っております。さあ今回なんですが、引き続きましてサブキャラを育てる回となっております。オマバルを使いまして、まあ皆様と共にね、間違えた、どこに入ろうとしているんでしょうか、歩んでいきたい、そんなお年頃でございます。いやしかしですね、ちなみに動画のコメントっていうのはね、結構見させていただいております。本当にありがとうございます。でね、前回の動画をちょっと早くも見させていただいたんですが、その前々回のバルログの低たらくに対して、前回のバルログがまあ結構サクッと勝てたので、あ、セントスお前ちゃんと練習してきたんだなみたいな感じのコメントがあったんですよ。で、あっと思って、まああのもちろん練習してないんですよ。だからなんかそのなんて言うんでしょうね、すごい罪悪感でしたよね。ただ皆様に知ってもらいたいのは、本当に格闘ゲームっていうのは勝つも八卦、勝たぬも八卦なんですよ。うまく噛み合えば綺麗に勝つこともあれば、例えば連戦をやれば勝てるような相手の人に対してでもですね、一戦だけではサクッと負けてしまうってことは全然あるんですね、往々にして。ですから海外大会とかだと2先っていう、いわゆる2回先に勝った方の勝ちみたいな、そんなルールにしていたりとか、そういったところもあったりしますから、ぜひですね皆様、一個一個の試合での結果で全てを判断しないでください。それは自分が勝った時負けた時だけじゃなくて、例えば自分がサクッと勝ったからって、あ、相手の人弱かったねとか、サブキャラだったんじゃないとか、回線切れして LP 上げてんじゃないみたいのっていうのは非常に間違っていってますと思いました。面白かったですけどね。でほら、今後の練習今してます、今してますよ。あのね、皆様にね、夢を崩すようなこと言いたくはないんですけれどもですね、動画てかスト5基本配信か動画でしかやってないんですね。あの陰で努力するようなタイプじゃないんですよ俺すいません本当にまああの配信とかではね、結構練習とかはしてたりもするんですけれども、いやー、夢や希望、そしてバックドロップということですよ。今日はせっかくですから6000やりましょうかね。バルログで参戦、そしてガイルで参戦、それぐらいでいいんじゃないでしょうかね。なんか冒頭のキャラ対策講座とかチャレンジモードやってみようとか、そういったものがなくなりましたからね。もうこれ以上なんかやることないですよね。システムの解析についても以前の、3分講座みたいのでやらせていただきましたし、まあいいですよね。さあ相手の方、ベガ、こちらはバルログ、シャドルの仲良し2人組ですね。言うて付き合い長いですよ。よくこんなスカウトしましたよね、ベガもね。バルログですよ、バルログ。2対1確定、切り裂かんな。痛い、まずいですね。これといった決め手がないまま戦っちゃってる感はありますよ。バスタークロー、かっこいい名前でしょ。ちょっとガンダムっぽいですよね。ぶっ放していきましょう。中段打ちたいですよ。さあ相手の方はホバーキックからの、あ、やばいやばいやばい、いいですか。このゲームはですね、技の持続っていうものが短い分ですね、起き上がりに技を重ねるっていう行為が非常に難しいんですね。ですからあのサムライ暴れって言われるものは非常に強いですね。なんで投げられっち、バックステッピー、ちょ、バックステッピー、よし、あともうぶっぱだけでいいかな。投げれないでもうやばいっち、なんか取り留めもない戦いになっちゃってますね。ちょっとプッパさせてもらっていいですか。プッパバックの謎、安いよ
間違えました。投げます。そしてくるっとして投げ、負けそうーい、負けます。バックドロップが効かない、よかった。最後はバカ野郎みたいな、そんなビンタでしたね。ベガに対する愛の鞭、それが平手打ちに出たのがバルログの最近のトレードマークというところですね。しかしこの仮面についてるですね、なんかこう蛇の口みたいなのマークがですね、ちょっとこう可愛いところもありますよね。結構うちで使ってる椅子ってそこそこいい椅子なんですよ。そこそこね、年のせいかね、やっぱり椅子が良くないと体に良くないんじゃないかなと思って、そういうのを無理やり買ったんですけども、その椅子の上にですよ、片足だけ乗せて体曲げてゲームやってたりとかすることが多くて、これ完全に別にもう地面に座布団でも良かったんじゃないかっていうぐらい使えてないなっていうふうに思います。なぜかっていうと今ちょっと腰が痛いからです。投資は取りたくないよー。あ、バックドロップ、バック詰め、よし投げれてポン、バックドロップ、なんでやねん、なんでやばいやばいやばい、これサマー当たるまで打ってくる可能性が、ダーイ、ソニックブームはめですよ、まずいですよ助けて、早く終わって、よしよしよし、しかし見てください、サマーソルトキックだけでこれだけ減ってしまいましたね。非常に怖いことでございます。そしてまた開幕表、特に何の意味もないです。アウチ、おいや無理、これきつい、ちょっと爪取ります。投げれてポン、そしてバックドロップ、サマーが来い、ああ超近距離、あっちゃった、めくりができてたかと思ってつい小鼻毛やろうとしちゃいました。おいしい、いけー、バックドロップ、そしてハメ、いやーほんとすいませんハメまあでもサマーで返せると思いますけどね。 EX のイズナドロップって技当てた後にもう一回 EX のイズナドロップ狙いに行くと相手の人はブシャシャってなりますね。ブシャ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 、いやー、まあなんかバルログ対ガイルっていうのは伝統的にガイルが強いのでちょっときつかったです。いやごめんなさいいや実は風邪って1ミリも治ってないんですけど、なんか毎日薬飲んでるからか、あ、今日は治ったみたいな感じにいつも思うんですけれども、なんかむせたりとか鼻水が永遠に止まらなかったりすると鼻血ブーって感じですよね。いやハメ、もう当たって、バックドロップ、もバックドロップ、ちなみにねバックドロップバックドロップ言ってますけど、ほんとプロレスは好きですからね。おだまりゅう、バックドロップが効かない、バックドロップ、はめえ、ダメダメダメ、もうすごいね出し切り、やべえ負ける空気、非常に苦手なタイプのラッシャーですよ。ハメでお茶を濁して、ハメでお茶を濁して
いったたたたたた、やばい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 、コントロールできない試合になりますと途端に弱くなる。これが戦闘式ですね。はい、おい、はい、おい、よし自分のペース。あっ、あっ、ダメ、おダメ、なんで、まずいですよ、ご飯ですよ。マジできつい。ちょっとこれは勝ち、あー詰めろ、こんもうはめるしかない。あ、真ん中強すぎる勝てないダメだ。なんかやっぱり攻撃が当たると、あっこの攻撃嫌だなと思ってくれる人の方がやっぱりいいですね。暴走機関車交代ネジが外れてる人は本当にこういう感じでもうバッハーってなりますね。キャラ変えます。いやはや、ところ変わりまして、一方私ガイル、タメキャラでございますれば、ソニックブームとサマーソルトキックで飯を食う、そんな男でございます。でもね、このガイルが出る前は、ソニックブームがタメ技じゃないみたいな噂があって、え、じゃあソニック V スキルか V トリガーなの？じゃあ必殺技サマーソルトキックだけなの？みたいな、あまりにも硬派すぎる展開が予想されたんですが、残念ながら2つの技は採点が備わっていると。いうところでございます。ドローンってやって、ババーンってやって、ネクタイがかっこいい。負けます。全部飛ばれてます。サマーします。嘘です。甘いの？ハメ。まずですよ、ゲージがたまらなかった。マジか、これどうするんだろう。絡みつかれた時サマーを撃つか撃たないかっていう人類平等の二択しかなくなってしまいますね。減ります。安いんだが、ペンチ、ウィリバーシャル、助けて、あまりもヤバすぎます。あいっぱい当たった、あシューティン、やべえ、後ろの羊も何あれって思ってますね。こわっち、いたっちあります。もう一回あります。あー怖がってる相手の方、わかるよ、はめいてっち、あまずい、あーやっちゃった
レッツゴーからもうハラハラさせてくれるじゃない。私の名前はラランボーララ。いや、ガイル少佐はねしっかり入れればいいんですけども、そのハートの強さっていうのを養わなくちゃいけませんよね。あーハラハラした。ちょ待ってくださいやばいあらら、あの言っていいですか、めちゃくちゃお腹痛くなっちゃった。あーお腹が、あやばい、今ぐるるるるるっつった。あれこれ何これ、あれちょっと相手の方、サクッと勝つか負けるか2択お願いしてもいいんですかね。2択でいいんで、3択はなしでお願いします。ダブル KO とかマジいらないですから。はいはい、ラウンド1ファイト。いやちょこれダメだ、攻めよう。ほらほら、死んでくれ俺のために、早く！早く！なんでガイルなんていうキャラを選んでしまったのか、私セントス。やった分バックドロップ、やったドラゴンスープレックスですけども、サマーアソルトシェル、あいやあいやあいやあはい、うわガイル少佐、俺の名だ、地獄に行っても忘れるな、早く、うい、減ります、バックドロップ、やべえ、サマーソルトしてる、よかった、よかったです。後ろの女の子超かわいい、あ超かわいい、おでこにサングラスつけてる、あのスタイルこそアメリケンハイスクール鬼面組と。はい、ちょっと一瞬席を外します。いやー危なかったです。まあそのなんて言うんでしょうね、あんまりだーって感じでした。俺が言えるのはそれだけです。さあ相手の方ダルシムでございますね。なんかガイルでやるとダルシム戦多いですね。なんかこれ結果的に結論が出てない組み合わせですね。なんか有利も不利もようわからんなみたいな。ただなんか追いつくのはちょっとむずいのかなって気がします。お互い間違いになって戦うことが非常にしばしばと。いやでもやっぱきついのかな。うん、やっぱきついっすねこれ。ダルシム側としてはそのソニックを避ける手段を非常に豊富に持ってますから。この組み合わせは多分。
したらいいんだこれ本当に。ソニックブームを避ける手段が豊富ですかね。ソニックがないとガイルの技ってサマーソルトしかないんですよ。それがきついですよね。まずい、重ね失敗しました。きつ、どうすんだろうあれ。これは特定でしょう。まずい、終わった。くそー、どうしたらいいんだろう。マジかやっちゃったバカ丸出し You lose. ソニックブームの中なら安心と思ったかいみたいなそんな感じで相手の方あれ多分ね投げ抜けなんですよ。投げ抜けに投げられちゃったマジダッサイあーやっちまった。絶対安全源だと思いました。なんて言うんでしょうね、白線の内側って感じでした。いやー、そしたらね、いきなりね電車がこっち曲がってきたみたいないやーマジっすかみたいな。引かれて死んだ36歳独身セントスでございました。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。